はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。今回なんですけれども、京成電鉄のキッズフェスタというのが当たりましたので、いとこと一緒に行ってきたいと思います。今回はちょっと短い動画になってしまいますが、ご了承ください。入る前からなんですけど、こちらが一番向こうに止まっているのが初代のスカイライナーで、手前が A100 型2代目スカイライナーですね。僕もこれは乗ったことはね、実際には、まあ、こっちが1回あるんですけど、向こう初代もなくて、こっちも実際多分乗れるんじゃないかなと思いますので、楽しみです。ということで、今回は京成電鉄の相互車両基地という電車をしまっておく車庫みたいなところに来てるんですけれども、昔ですね、僕が小学校2年生ぐらいの時に1回このキッズフェスタに来たことあるんですけれども、その時は神津の森という駅から臨時列車に乗ってこの車両基地まで来たんですが、今回はそういうわけではなく歩いてこちら向かっていきました。京成上野や八千代台から臨時のスカイライナーに乗る便もあったんですけれども、そちらはなんとちょっと抽選で外れてしまったんですが、今回はそれではないパターン、直接来るパターンで当たりましたので、今回は行ってきました。これが昔使われていた電車たちで、青電、それで赤電と名で親しまれている車両なんですけれども、昔は方向幕とか、今 LED の行き先表示になってるんですけど、方向幕ではなかったので、ああいう感じで、ね、看板で行き先を掲げていたんですね。おばあちゃんちが本当に京成線の沿線になって、おばあちゃんはよくこれ昔乗ってた、懐かしいって言ってました。お母さんとかも結構これは赤電が、ね、昔よく使ってたなみたいなことを言ってましたね。で、あれ確か形状がこう斜めになってるから、成田さんも守るのすごい。初代 A 型の車内にはですね、自分で行き先が変えられる方向幕もありました。これ面白いんですよ。これが 2代目のスカイライナーで、こちらが初代スカイライナーですね。なんか初代スカイライナーのこの前で京成パンダと記念撮影をしたのがね、未だに覚えてます。受付でパンフレットをいただいたんですけれども、これスタンプラリーがあるみたいなので、景品がもらえるみたいなので、そちらをやっていきたいと思います。これは現役の車両展示で、右の方、奥の方からは3600型、3100型、3800型、3700型ということで、こんなに展示が並んでおりますが、これはですね、運転士と車掌さんの体験ができるそうで、で僕もね、小学校2年生の時にこの同じ総合車両基地に来てね、やったんですけども、車掌さん体験の時にね、全部特急の停車駅を言ったら、そこにいた、運転士さん、車掌さんが100点満点って言ってくれて、すごく嬉しかったことを覚えてるので、今回も100点満点じゃなくて200点満点とかってね、言ってくれたらすごく嬉しいなって思ってるんですけれども、今回もいとこと一緒に車掌さんの放送とか運転士さんもやっていきたいと思います。本日も京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は京成本線経由、快速特急成田線行行です。停車駅は日暮里、青戸、京成高砂、京成ラボタ、京成船橋、京成津田沼、八千代台、松田台、京成桜、京成成田、空港第2ビル、成田第2、第3ターミナル、終点成田空港、成田第1ターミナルです。次は日暮里、日暮里です。JR 線日暮里舎人ライナーはお乗り換えです。日暮里の線は青戸に停まります。途中、金利川島、町屋、千住大橋、京成関屋、堀金勝負園、お花茶屋には停まりません。お出口は左側です。すいません、長くなっちゃった。放送いかがだったでしょうか。多分スタッフの方もね、こいつ長えなと思っていたと思います。大変申し訳ありませんでした。ということで、このようにグッズ販売も行われていましたし、あとは、今回いとこがですね、この運転シミュレーターの体験に当たったということで、今回こちら抽選制なんですけれども、こちらも当たったということで体験をしてきました。本格的なシミュレーターで、今回は京成の3700型のシミュレーターでした。でこちらが研修施設の中なんですけれども、このように、ね、実際の車両が置いてありまして、ここで研修を行っているとのことでした。ホームドアもあったりして、ホームドアがついている駅もやっぱり京成はありますからね、日暮里などホームドアがつきながらその研修をやっていくみたいな、そういうのもありますし、あとは信号機もね、数多くありました。あとこの車両工場というか、この車庫の見学もありまして、これは千葉ニュータウン鉄道の車両や、あとは3500型、こちら京成の車両、
あとはこのように車輪がいっぱい置いてあったりとか、あとは千葉ニュータウン鉄道のこちら車両とか、京成グループの車両をね、いろいろ扱っております。同じ京成グループのディズニーリゾートラインもですね、こちらに運ばれてここで検査をするんだそうです。リゾートラインの車両が見れたらすごくラッキーですよね。で、帰り際こちらスカイライナーの行き先表示機は空港第2ビル行きになってたんですよ。これすごいですよね。今回はすごく楽しませていただきました。京成電鉄のスタッフの皆さん、ありがとうございました。帰りは普通ので帰ろうと思ったんですけど、いとこがどうしてもスカイライナーに乗りたいということなので、スカイライナーに乗って帰りました。ご視聴ありがとうございました。